ちげら、どうも、ゆうた14です。そして、クイーンウォーカーズのガクです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回もガクをゲストに呼んでやっていきたいんですが、今回何をやっていきたいかというと、今シーズンの前ね、レジェンドリーグが始まったばっかりの時に、クイーンウォーカーズのね、5人でトロフィー上げ勝負をするので予想をしてくださいというものをね、動画にしたんですが、そちらの結果が出ました。順位を早速発表しますと、こんな感じでドンというわけで、ガク、俺、クラウス、スタドラ、オルボーというね、こういう順番になりました。人気順で言うと多分2番人気かな。2番人気で、大体107票、全部で107票あったんですけど、そのうちの14票が当選になりました。なので、こちらの14人に、ガクがね、1位だったガクの配置リンクを送りつつ、この中から1名に抽選で1500円分のカードを贈呈しようと思います。というわけでね、こんな感じでランキング見てきたんですけど、ガクさんいかがですか？僕はちょっとクラウス君が2位かなって予想してたんですけど。はいはいはい。始まる前の時の。そうですね。はいはい、最後の最後でしたっけ、抜いたのは。もともとなんかずっと俺が2位で、最後の1週間の入った時、1日2日でクラウスにキュンって抜かれて、なんかその日俺が140とかでなんか、なんか回線切れと星1をマックスでやりまくった日があって、その日に結構終盤接戦でしたもんね。そう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 、なんかスタドラも急に防衛で140急に上がったりしたんだよな、あいつが。結局でもスタドラとは200ぐらい差がついてゴールしてるから、何だったんだろうねあれ確かに。まあ一番人気は、ガク、クラウス、俺、スタドラ、オルボーって順だけど、まあほぼ、まあどっちに転んでも、ぐらいな気でしたね。そんな感じだった、ね。ちょっといろいろ僕に1位に入れてくれた人もいたんですけど、ちょっとやっぱりガクさんには叶いませんでした。4赤で1位だね。どれでもよかったね。ですね、結構、どれも一緒くらいのトロフィーに収まりました。あの時言った目標覚えてる？何でしたっけ？覚えてないんだ。1位って言ったのは覚えてるんですけど、グローバルで20位以内フィニッシュするって言ってたんだけど、そちらはどうなりましたか？ああ、そんな言ってたんですね。確かクリアできたと思います。雑い。何でしょう。17位だったと思うんだけど、ちなみにグローバルの最高順位っていくつなの？マックス。15ですね。あ、15位だったことがあるんだ。なるほど。すげえな。まあじゃあ自己ベストは更新せずとも、まあ目標のね、20位以内に入れたと。はい、よかったです。よかったですね。で、あの時ちょっと話したの覚えてる？戦術について話したの。ああ、はいはい、覚えてます。あの時は始まる前はスーパーウォールブレーカーが使える時ディガホグやって、スニークゴブリンが使える時にイエティバットをやるって言ってたんですけど、はい、どうやらスニークゴブリンが使える時もディガホグをずっとやってたような感じに受けたんですが、いかがですか？なんかスーパーウォールブレーカー使えるときにやってたんですけど、割とウォールブレーカーなしで取れる配置が多くて。ああ、穴開けしなくてもいいような配置が。そうですね。これ普通のでもよくねってなって、そのまま普通のでもディガホグにしてました。なるほど。まあ、イエティバットよりもディガホグの方がトロフィーは稼げるなって結論ですか、個人的に。そうですね。全回数も 1.5 倍くらいになりましたし。イエティバットですよ、マルタイティが。確かに。増えてきたじゃないですか、中盤あたりから。それも結構でかいなと思いました。そうだね。その結果、マルチ、配置の傾向としてマルチ IT がすごく増えたんですよね。そうですね。ね、めっちゃ増えてる。確かに3本とかありました。そう。めっちゃきついんだけど、ラバル。で、その結果、クラウスもラバルで回してた赤3つあったんだけど、それ全部2つやめて、2つディガホグに移ってたり、スタドラもね、最後ね、ラバルやめて、イエティとかディーホグに変わってたもんね。結構、マルチ IT が増えてきて、ちょっと戦術いじるか、みたいな人も増えてくるような、新しい新シーズン、6月シーズンはそうなりそうですね。じゃあね、早速、やっぱり気になると思いますので、こちら14名の方の抽選をやっていきたいと思います。画面見えてると思うんですけど、まあ、スタートとストップのタイミングがね、じゃあガクに声をかけてもらおうかなと思います。はい、というわけで、ね、ちょっとルーレット回す前に、当選者14名なんですが、まあ、知ってる人もちらほらいるという感じで、まあ、竹雄さんだったり、サレコさんだったり、カリーだったり、まあ、その辺が、まあ、アート、アカネちゃんとかね、ちょっとわかりづらいけど、で、1から14番、数字が割り振ってあるので、その該当の数字が右側に出てる表ですね。ここですね。で、ストップとスタートのタイミングはガクに声をかけていただこうと思います。はい。じゃあね、ガクさんスタートの合図お願いします。はい。じゃあ、スタート。おー、動きました。ここですか？いいね。ストップ。ストップ。
ビビ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 。さあ、誰になるかな。6番はちょっとわかんないので、ちょっと見てこよう。ああ、あれだ、明日の夜は生姜焼きの人だ。いつも配信に来てくださってるんですね。そう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 。明日の夜は生姜焼きクランのソラさんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。配信とかにね、たまにコメントくれる子なんですけど、まあどちらかというと知ってる人に当たったので個人的には嬉しい感じです。でこれは一応僕らの仲間内のルールでビリだった人が払うっていうルールになってんで、ビリのね、オールボーから1500円分。あ、そうですね、DM で、Android か、なんだっけ、Apple か Android か、ちょっと聞きに行きますので、DM の方で待機していただけると嬉しいです。まあ、全員にね、当選者全員に額の配置を配るっていうことで、ちょっとね、その配置の話もちょっとしていきたいんですけど、今回くださる配置は実際に使われてたものですか？あ、実際にもうシーズン終了の本当に3日前とか2日前とか。もう一番大事な時の防衛じゃない。そうですね。結構強かったですか？なんか、煮干し対策というよりはまあ、うん、全開対策っていうか、まあ、なんていうんですか、うん。上の方のレベルだとね、星1なんてほぼないから。うん、もう、煮干しのテーパー対策というか、はいはいはい、全開取られないような配置になってます。普通に強いからね、これ。うん、まあ、基本的にはレジェンドで使ってほしいようなタイプの配置にはなるかな。通常対戦でも使えるかな。う、ね、どうでしょうね、なんか。全部、ちょっと初見殺し気味に使われてはあるもんね。うん、弱い、戦術には弱いみたいな感じになってます。確かに確かに確かに。まあ、レジェンドは編成を選べないからこそっていう配置のね、そうです、そういう流行り方もあるからね。まあでも結構トレンドは抑えてて、あるよね。いろいろ。今の配置は全部なんかライグラにチェーンしないような対空砲になってて、これもこの配置も全部対空砲にチェーンが入らないような作りになってて、対空砲以外にもチェーン入らないようになってるね。イングライピンもね、イラスイとかもその層までいかないと届かないですね。うん、すごいこれよく考えると。というわけでね、14名の方には DM で連絡させていただきますのでお待ちください。はい、じゃあね、今シーズンの件に関しては終わったので、次はね、来シーズンを見据えていきたいんですが、来シーズンはどんなシーズンになりそうですかね、戦術的に、配置的に、みたいな。やっぱディガホグが、ディガホグとEATクライドラの環境だと思うんで、あんまり今とか配置の傾向は変わんないと思います。なるほど。マルチ IT が増えそうだっていうところはどう、はい、そうなるとEATバットは減ってくるよね。そうですね、今でもだいぶ減ってきたと思うんで。確かに、全然当たんなくなったな。もともとシングルが多かった時ってちょっとギガホグ減ってたもんね。そうですね、チクロスも多かったですし。その結果マルチが増えて、またギガホグが帰ってきたみたいな感じではあるかも。ギガホグが流行るとまたなんていうんですかね、ウォールブレイカーがつかない。ああ、そうだね。やってきて。ね、壁をちょっと開けて、ウォールブレイカーが進まないような、くっつかないような配置が増えてくる。じゃあ今回もね、まあまあ、移動おなじみの。まあ、新シーズンというわけで、目標をね、聞いていきたいんですけど、はい、今回は無事17位というわけでね、目標をクリアしたんで、今回はもうちょい高い目標をつけるのかな、というところなんですか。あとシーズンも長いしね、今回。34日って書いてあったね。1週間長いですね。そうだね。ってことはいつもより目標の数字も上がってくるのかなって思うんだけど、いかがですか？前シーズンのトップ10が全部、ステファニーだったんで。確かに。うん、なるほど、うん。確かに確かに。ステファニー以外がトップ10入るっていう時点でね、もう結構すごいことだからね。そうですね。トロフィーの数字に関しては、特に。ロングシーズンなんでやっぱ、7000また、したいと思います。必殺7000。うん、はい、頑張ってください。というわけで、世界最強ガクさんでした。まあ、今シーズンね、まあ、途中にアップデートが若干入ってまして、ウォーデンがペッカとドラゴンにつきづらくなったり、まあ、スケルトンが一体多く出たり、あとはシングルが若干弱くなったりみたいなことがあったんですけど、まあ、シングルは結論そんなにわかんないっていうのが俺とガクの。あんまわかんないよね。結局フリーズ打っちゃうし、結局。最大になったらもはや、火力高いっすね。そうだね。結局リクスケ置いてあるし、結局フリーズ使うしで、ちょっと正直あんまわかんないっていうのが結論で、スケルトンに関しても正直使ってるけど、1体増えたところでちょっとわからん。うん。で、ドラゴンに関しては、ウォーデンついていかないなっていうの結構実感するんですけど、これ今までと、どうなんだろうな、変わってんのかどうかわかんないけど、いちいちウォーデンがタゲを取り直して、ついてきづらくなってるっていうのを感じてて、これスタドラもずっと言ってて、欲しいってやりまくってるらしいんだけど。
ギガテスラとか、あの、テスラが反応するたびに、毎回なんか、タギを取り直す感じで、一回、一時停止するんだよ、オーデンが。ああ、バルーンみたいな感じ。そうそうそう。で、ドラゴンとバルーンを発見して、わざわざバルーンに動くようなこととかは、なんか、あからさまにドラゴン下げてバルーンついてんだ、こいつ、みたいな。タギの時に結構無駄な動きが多くて、ヘイストでバルーン乗っけちゃうと、オーデンがね、追いつかないってことは最近増えてるんで、ちょっとラバルめんどくさいなって思い始めてはいるんだけど、まあ、マルチ IT 増えてるからね、そもそもめんどくさいんだけど、ちょっといろいろ変えていかないといけないのかなと思ってるところでございます。というわけでね、まあ僕は、ちょっと今シーズン結構疲れたんで、来シーズンは、まあ、緩やかに結果ね、まあ結果いいとこまでいけたらいいなぐらいな感じで適当にやろうと思います。はい。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。さよなら。お疲れ様でした。はい。伊田さんはいいんすか？俺なんかあったシーズン途中のアップデート感。ドラゴンか。スケルトンとか。確かに。スケルトンはマジでわからん。シングルも言うてわかんなくないですか？ああ、シングル弱くなったんか、そういえば。なんも感じないんですけど。え？シングルも弱くなったのか、そうか、そうか。いや、わからん。マジわかんないっす。ちょっとヒーロー試してないよ、そういえば。あ、でもね、俺一回ね、シングル、クロック使わず勝てたことあったんだよな。普通に。あの、そう、同じタイミングで、たげられて、今までの。マックス火力になる、もういいや、オートクロック任せようと思って、普通に勝っちゃった。タイミング良ければ、使わないで勝てるかも。